ガン君。素晴らしい。ダウン症の子とかの障害っていうのが、まあ、さほどあの障害っていう言い方と健常っていう言い方ほど障害ではないと思っていて、あの一緒に過ごせばまあ心は通じ合えるんで、ただほんの少しの違いがあって僕たちと、まあ、それがすごい、そのほんの少しの違いっていうのがめちゃめちゃ面白くて、それで僕は多分そのほんの少しの違いがすごい気になってしょうがないし、面白いから一緒にいる時間を作ってるし、ここにいるんだ今。下にね。これはすごいでしょ、これ。人間があって音楽みたいな、ここでもすごいでしょ。パソコンみたいな、これ四角になったりとか。今回あのファシリテーターさんがついて、まあ、ほぼアトリエの子どもたちと1対1でアトリエの子どもたちの言葉を聞き出して、まあ、一つ一つ丁寧に見てくれたので、逆にそのアトリエの子どもたちから美術の見方とか本当に美術館の使い方というか鑑賞方法、全て自分が今まで知らなかった見方とかを教えてもらったなっていう、あの感じがすごくしましたし、あのこういうツアーってやっぱり他人の目でアートを見るっていうことになるんだなって思って、あ、人の目を通して見るってこんだけアートの見方、絵の見方って変わってくるし、面白さが違うんだなっていうのはすごく感じて、とても勉強になりました。どうかん、好きな絵見つけた？おお、なんか椅子の絵です。え、椅子の絵を俺に絵をさっと言われると椅子の絵です。え、本物だって本物よりちっちゃいから。あ、お天気が天気は晴れる。晴れですか？そう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 。どうしてどうしてどうして晴れだと思った？あそこの雲があると晴れ。そうそう。あーそうか、なんかそれだとちょっと怖いかな。もうちょっとしない。怖いよ、怖い怖いよね。確かこの人でも半分で一万円だ。うん、今までの中でなんか違うの。これだけ薄いもんですよ。薄いもんよ。なんか薄いもんよ。怖いよ。怖いね。なんかお気に入りを探してる。ああ、いいですよね。プラスの人に見てほしい。うちの人に見てほしい。ああ、いいね。うちの家族だけ。まあ、これ一応さ。どの辺が好き？幅の人とか、こっからここまで空いてるから。ちょっとこの余白がいいの壁と。あれは難しいね。あの好きじゃないの、女性の裸とかさ、こういう清掃とかアイナとかはちょっと難しい。清掃の方がやってるから今リノの体験するのばっかりだから好きじゃない、好きじゃないってなったら静かにしてほしいみたいな。これはね、もうちょっと空気が入ってるかもしれない。ああ、ちょっと黒足りない感じですか。はい、緑が一般的に多くて、うん、赤が入ってて、灰色が入ってて、
あと茶色も入っててちゃんと枝もちゃんとあるし、まあ花畑なんですけど、やっぱりオレンジとかがこういうところにないといけないんですよ。ああ、ダメですか。10年前ぐらいから鳥居に参加させてもらってるんですけど、それぞれの子を大事にしながら時間を過ごせるっていう場所って本当に貴重だし、なんか私は正和さんと一緒に回らせてもらったんですけど、絵のことを丁寧に話してくださって、どういう構図とかどういう色合いが好きかとかもすごく教えてくださって、私自身にもすごくインスピレーションを与えてもらった。いっぱいあるここに。いいよね。いいよね。それ何？これハケ。うん。ちょうだい。うん。いいよ。これでいいよ。いっぱいあるから。やってやるよ。あれね、すごいこれ。四角とかで全部これもあるからね。そうそうそううちの近くに貼ってる。え、拾ってきたの？それを拾って書こうかな。うそ、この上でして、うん、こうやってなぞるんだ。で、あとは色はこれで、るので順番では、うちに飾りたいのは1枚目はこれかな。この額縁にのイメージが花火だと思って、ここに置きたいんです花火。これをこういう、これ僕大盛りソースで食べれるか。ボランティアの意識も特になく、まあなんか月1回みんなで遊べるからっていう感じで来てたら20年経ったとか。もう剛はだいたいこういう人っていうのを僕はなんとなく自分の中で勝手に決めてるところがあって、
ただ美術館に行って明らかに何かが変わっているじゃないですか。なんかそういうのを見ると本当にびっくりして、どんどんアップデートされてるんだと思って、なんかこう僕の固定概念が割とこう崩れて驚きになりました。まあでもなんかその絵とどうのこうのっていうよりはやっぱりもう一回行きたいっていう言葉がやっぱ一番感動したところですよね。はい、美術館に行ったようちゃんです。どんな作品があるんですか？これは美術館で見た絵、ね、素晴らしい。ようちゃんかっこいいんじゃないこれ。ありがとうございます。いいじゃん。やっぱりのすごい影響あったよね。美術館から影響あったんだ、うん、やっぱりそこを思って、そこを思って深く行ってから語りたいって言われました。じゃあ楽しみにしてればいいのね。はい、はい、素晴らしいです。じゃあ進んで行きます。すごい素晴らしいね。はい、よくできました。またやろうね、また勝とうね。素晴らしいです。本当によくできました。今回のようなもう日常にない経験を本当にたくさんの人に経験してほしいって今回やってみて思ったんで、障害を持った人も健常者という、まあ、スタッフ側の人も、まあ、僕たちもとにかくお互いに一緒に過ごして、お互いの面白さをいい感じのところで、あ、ここが面白いって分かってくれる人がどんどん増えていけば、それがすごい理想だなと思っていて、なんかみんなが祝福に包まれた幸せな場で一緒に過ごしてるっていうのが一番手っ取り早くその感じをつかめるんじゃないかっていうのはこの気づきがあって、今回のインスピレーションツアーなんかも非常にそこに合致してるなと思って、またぜひ体験させていただきたいなというのは思いましたね。